中外製薬株式会社在宅福祉移送サービスカー寄贈事業について。中外製薬では1985年に創立60周年記念事業の一環として、介護を必要とするご高齢の方やお体の不自由な方への支援を目的とし、在宅福祉移送サービスカーの寄贈事業を始めました。誰もが住み慣れた地域で安心して自立した生活を送るために、現在デイサービスやデイケアをはじめとする在宅福祉サービスが様々な施設で行われています。当社が寄贈している在宅福祉移送サービスカーは、こうした施設とご自宅を結ぶ移動手段として広く全国で活用されています。2020年は群馬県の新東村社会福祉協議会をはじめ、全国5つの団体に寄贈を行いました。今般の介護保険制度や医療制度においても、介護予防、予防医療と並んで在宅介護や在宅医療が重視され、高齢の方やお体の不自由な方々が自宅で生活をしながら、デイサービスセンター、デイケアセンター、老人福祉施設などで福祉サービスを受ける需要は年々高まっております。また、自立した質の高い地域生活を継続していくためには、外出の支援、移動支援の重要性も改めて認識されております。移送サービスカーは、ご自宅と目的地を結ぶ手段として、幅広くご活用いただけるものと思っております。今回、社会福祉法人新東村社会福祉協議会様に、移送サービスカーをお届けできますことを大変嬉しく思っております。いろんな事業をしております中でも、重度心身障害者、受産所の福祉センター支えの家、そこの、人たちの送迎はもとより、お出かけで車椅子利用されている皆様方のお手伝いもこの車でできればなというふうに感じております。その上、災害が発生した時には被災地への物資輸送等にも利用できたらな、とこんなふうに思っております。またデイサービス事業も、お年寄りの方が歩行困難という方もございますので、その送迎にも使わさせていただきたい。まさに多岐にわたってこれから利用できるこの車両かなというふうに思っております。中外製薬本社におかれましては、福祉に介護理解を頂戴をし、私たちにこのような車をご贈っていただきました。感謝を申し上げるところであります。今回の寄贈で累計寄贈台数は263台となりました。この事業は全国社会福祉協議会中央共同募金会のご協力を得て実施しており、寄贈先は全都道府県にわたっています。それでは、当社が寄贈した在宅福祉移送サービスカーがどのように使われているかご紹介します。まずは2012年に寄贈を行った龍ケ崎市社会福祉協議会の事例です。こちら、障害福祉サービス事業所あざみでは、生活介護事業所として主に身体に障害のある方の利用者をお預かりして事業所を運営しております。車両が寄贈された当時の状況をお聞かせください。平成24年5月に茨城県社会福祉協議会の案内で、在宅福祉サービスの車両についての案内があったんですが、4台まで車椅子が乗れるというのが大きな理由で申し込みをいたしました。これまでワゴンタイプの車両で2台の車椅子しか乗車できず、しかも2往復しなければ送迎ができない状況が続いておりました。移送サービスカーはどんな役割を担っているのでしょうか。平日月曜日から金曜日までの毎日ですね、利用者の送迎で使っております。送迎人数は曜日によって異なるんですが、
大体1日平均3人から4人の車椅子の利用者を座席を折りたたんだまま乗って利用していただいております。寄贈車両にまつわるエピソードを伺いました。2往復が1往復になったことで燃料費といった経費が削減されたのはもちろんなんですが、従業員の負担が軽減されたということで、それと合わせてですね、利用者の安全面が確保できたというのが一番大きくて、私どもはそれが一番ホッとしているという考えでございます。当該車両はですね、青いラインの中に在宅福祉サービスカーという文字が書かれておりまして、市内に運行している福祉サービス車両の中でも非常に目立つ車両でございます。この青いラインの入っている車両が本会の車両であるという認識がされてきたという宣伝効果は非常に大きいものだと思っております。最後に中外製薬へのメッセージをいただきました。平成24年6月に中外製薬様からこちら在宅福祉サービスカーの寄贈の決定を受け、本日に至るまで障害福祉サービスの送迎車両として活用させていただいております。これまで大きな事故もなく運営できたのも中外製薬様のおかげかなと思っております。続いて2018年に寄贈を行った流山市社会福祉協議会の事例です。流山市ケアセンターは流山市からの指定管理者として弊会が運営管理させていただいております。当施設では高齢者デイサービスセンター、身体障害者デイサービスセンターをはじめ、南部地域包括支援センター、高齢者何でも相談室などの業務を行っています。車両が寄贈された当時の状況をお聞かせください。ご利用者様の送迎車両6台を稼働させておりましたが、使用年数が10年以上経過していた車両もあり、リフト機器やエアコンなどの故障が頻繁に発生していたので大変苦慮しておりました。移送サービスカーはどんな役割を担っているのでしょうか。ご寄贈いただいた在宅福祉移送サービスカーは、高齢者デイサービスセンターのご利用者様が安心して乗車いただける福祉車両で、朝ご利用者様のご自宅までお迎えに行き、夕方ご自宅までの送迎サービスで運行しています。高齢者デイサービスセンターは月曜日から土曜日まで祝日も開設しておりますので、週6日毎日大活躍しており、1日平均約6名朝夕で12名のご利用者様が乗車されております。寄贈車両にまつわるエピソードを伺いました。寄贈車両の希望を申し込むときに、悪天候時でもご利用者様の安心安全を第一に考え、四輪駆動車を選ばさせていただきました。さらに車内に設置されている手すりなどはフル装備で、特に乗り降りする際にスライドドアより外側に出せる可動式手すりはご利用者様に大変喜ばれております。中外製薬はこのような社会貢献活動を通じて、支援が必要とされる方々への思いやりを持ち続けることが大切だと考えます。今後も革新的な医薬品の提供に加え、当社の経験と専門性を発揮できる医療・健康領域を中心に、社会貢献活動を通じて社会の持続的発展に寄与し、社会とともに成長していく企業を目指してまいります。